これは遥かなる君との物語。夢を見たいのに、夢を見させてくれない世界で私たちは育った。でもどこかに誰も知らないワクワクした世界があると信じていた。カサミ、ダミだな。何パムセッデイタイム。空想好きの高校生ナギが出会ったのは、異世界のウーパナンタからやってきた落ちこぼれのドラゴン乗りタイム。世界の死がアクター、ここから始まる。アクター。彼の使命は現実世界に飛ばされた英雄アクターを探し出し世界を救うこと。世界を救う。ハッチが開いてゆく。世界が世界を食い始める。ここに創造主がいるはずだ。ウーパーナンタを作り出した人間だ。アクタ、お前は何もできない役立たずな。タイム、世界を救いたいだけ。なんでこんな悲しいことが起きなくちゃダメなんだよ。タイムと一緒にいると何か変われる気がする。タイム、ドラゴンって言葉の意味知ってるか。進化するものだっけ。そうだ、希望があるからドラゴン乗りは諦めない。俺は二つの世界どっちを守る。想像力が世界の扉を開く。ワンダーハッチ、空飛ぶ竜の島。